次。あ、じゃあ。お、タグ来ました。はい。はい、お願いします。はい。じゃあ、タグで。はい。タグからは、まあ、さっき最初にいろんな代表の話出たんで、ちょっとあれなんですけど、はい、まあ、本当シリーズ、今までプロになってからこう、プレーでもいいし、メンタル的なことでもいいし、なんか得たもの、これからの自分に必要だなってこう新たに得たものって何かありますか。まあ、スキルでもいいし、はい、まあ、メンタル的なそういう心がけでもいいし、はい、なんか得たものがあればなんか聞きたいなと思って。やっぱりプロになって思ったのが、やっぱり大学まではやっぱり自分とチームのために試合をしてくるっていうのが、うん、いうメンタルだったので、うん、でもやっぱりプロになってやっぱりファンの方がたくさんいるっていうのは大学と大きく違うところで、やっぱりプレーして勝ち負け関係なく応援してくれるファンの人がいますし、やっぱりファンのために頑張ろうっていうモチベーションが生まれてきたなっていうのはありますね。やっぱりミスしてやっぱり負けてしまって暗い顔で体育館を去る時でもしっかりこうプロとして笑顔で対応する、それも仕事だし、ファンの方に感謝の気持ちを伝える意味でもちゃんと笑顔で対応しなきゃいけない、やっぱそこはプロとして人間として一つ成長できるというか、プラスのプラスになったところかなと思います。そのまあ感情のコントロールというか、はい、そういう自分が納得いかない日でも、はい、まあ、平常心でファンの方と接するっていう感謝を伝えるっていうこと、はい、ですし、日曜日試合終わっても忙しい時はすぐ水曜日に試合がやってくるので、はい、頭の切り替え、うん、やっぱり自分がうまくいかなくて負けてしまった時でも切り替えないとすぐ試合をやってくるわけで、うん、やっぱ調子よくて勝った試合でも油断しちゃいけない、次の試合はすぐ来るので切り替えてまた集中し直さないといけないっていうのはすごく大学と違うところなので勉強になりました。なんか僕らの時ってやっぱそういう、まあ、ファンの方もたくさんいたんですけど、やっぱり今のスピーリーグの選手とはちょっと感覚がやっぱ違ったっていうのもあったんですけど、やっぱりこう自分があんまりうまくいかない時とか、まあ、プレータイムない時でもやっぱりね、こう出待ちで待ってくれるファンとかいたりすると、なんか若い時はもう自分のプレーをコートで出せばいいと思ってたけど、はい、まあちょっと年を重ねてそういう時でもこう見守ってくれるファンがいると、なんか非常に救われる気持ちになったのをすごい、まあ覚えてるというかだったので、はい、まあ、それからやっぱりこう、まあ、ビジョンもね広がったっていう思いがあるんで、まあ、今その若さでそういうことに気づけたっていうのは、はい、まあ、やっぱり今後に期待できるっていうことで、結構僕の期待もでかいんで、あ、ありがとうございます。アグレッシブな姿を、はい、今年も見せてほしいなと思います、はいはい、頑張ります、はい、じゃあ最後、最後、日、はい、喜び、はい、来ました、はい、最後ってことは何か特別なネタがなんですね。そういう、うん、どうなんだろう、やっぱりすごく喜んだとか嬉しかったのは、またバスケの話になっちゃうんですけど、全然いいです、ね、やっぱり、まあ、選手ですけどバスケットファンとして、うん、今日本のバスケットを見たときに NBA 選手が2人、うん、八村選手と渡辺選手がいて、うん、そして親善試合を迎えたときに1万9000人のファンの人が埼玉スーパーアリーナを埋め尽くして、うん、ハーフタイムだったり試合前の掛け声を聞いたときにすごい感動して鳥肌が立ったんですよ、うん、まあ、そういうのを見てすごく嬉しかったというか、こんな日本のバスケットがこうなるって想像してなかったから、ましてや自分がその中心でプレーする機会が与えられてる、まあ、すごい嬉しかったなと思います。でもあれみんなそうでした、まあ、僕はさアルゼンチンで解説でちょっと言ってて、はい、もうそれこそその2万人近く1万8000、はい、9000人がいて、なんかこうまともにプレーできるのかなってそういう経験ない僕らとしたらあったんですけど、なんかまあ普通にみんなプレーしてて、まあやっぱコートにいる選手も一応そういう感情はみんな持ってたのかな。やっぱりでも感動はしたと思います。やっぱみんなすごいって言ってましたし、ここでプレーするってやばいなっていう会話もあったので、でもやっぱり試合始まっちゃうとみんな集中して試合に取り組んでたので気にはならなかったと思いますけど、
一回僕がベンチを外れて、うん、ベンチの横で試合を見るタイミングがあって、その時はもうバスケファンになってて、うん、会場が真っ赤に染まって、それみんなが応援してる体育館も震えてましたし、うん、まあ、ついにバスケットにこういう時代が来たんだなっていうのはすごく素直に喜びましたね。確かにね、あれはね、あれはまあ、あの B リーグの開幕の時もちょっと感動したけど、はい、あのね、まあ、景色っていうのはやっぱり、はい、今までバスケットやってきた選手からしたらね、やっぱ夢のような空間なんで、本当にすごかったですね、あそこは。多分まあ東京オリンピックの時はね、また、はい、もっとね、スケールが大きくなってると思うし、はい、まあ、そこにまた選手として裏に立ってもらいたいなと思ってるんで、はい、今シーズン、はい、キャプテンとしてプレッシャーもあると思いますけど、はい、レオらしく頑張ってください、はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。では、まあ、この企画の名前になっている水曜バッシュということで、はいはい、ちょっとバッシュについて聞きたいんですけど、はい、まあ、今履いているシューズも多分こだわりがあると思うんですけど、はい、何かシューズを選ぶときにこだわりとかありますか？そうですね、僕結構こだわるんですけど、今履いているバッシュがハイパーダンク2017なんですけど、19だけど今は。そうなんですよ、17で、このシリーズすごい好きで、うん、履いた時にすごいフィット感が、フィット感とあとローカットじゃないことっていうのが僕はバッシュの中ですごいこだわっていて、でハイパーダンク2017を履いた時にすごいしっくりきて、なのでこれを4色ぐらいあるんですけど、色は家に10足ぐらい用意してずっと履いてますね今、はい、結構ナイキってね、そうサイクル早いからすぐなくなっちゃうんですね。もう多分作られてないので、 あと家に2足ぐらいしかないので、もうなくなるじゃないですか。そうなんですよ、今だから新しいバッシュを探してるところなんですけど、なくなっちゃうけど今回このバッシュをじゃあいただけるっていう。いや、もうこれはちょっと数が少なくなっちゃってるのでちょっとこれはちょっと似たようなやつで、はい、でもしっかり履いてたっていう。はい、今回はいただけるのはこちらです。お、カイリー5、カイリーアービングモデル。はい、これも僕結構好きで、うん、今このバッシュがなくなるって時に何かいい場所ないかなって探したときに、この場所がすごくフィット感もありますし、しっかり締め付けてくれるのですごい履きやすかったです。結構派手なのは履かないですか？結構モノトーンが多い。あ、そうですね、まあ、結構派手なのは履かないかもしれないですね。黒とか白が多かったり、まあ黒にちょっと色が入ってたりとか、派手派手はあんま履かないかもしれないですね。なんかインスタだと結構いろんなものを紹介してくれてるから、はい、結構そっちいろんな色のも履くのかなと思ったけど、試合では結構試合ではモノトーンが多いかな。やっぱ派手なものも好きですけど、うん、試合とかではあんま履かないかもしれないですね。で、ローカットは履かない。ローカットは履かないです。結構ガードの人多いけどね、ローカットを履く人は。高校の時に初めてローカットを履いて、うん、その頃ローカットが出始めた頃で、うん、ローカット初めて履いた時にがっつり捻挫して、ありがちな、はい、それトラウマになったっ、はい、そこからもうちょっとローカットは怖くなりました。まあでもドライブ多いしね、やっぱバスケ激しいので、うん、ドライブした時にしっかり足をこう吸収してくれる、足の衝撃を吸収してくれるのとかは必要だなと思います、うん、はい、ちなみに足のサイズは？僕は 29.5 です。 29.5、 はい、身長が183です。83、じゃあ普通ぐらいですかね。そうですね、でもやっぱり地元とかからるとでかいって言われますね、うん、確かに、はい、まあでもね、最近30ぐらいまではね、おしゃれなスニーカーいっぱい売ってるんだけど、ね、ありがたいですよね。32、僕は32なんですけど、ね、結構厳しいですよ。何も自分好みの履けないっていう、全部オリジナルで作らないと。そうなんです。ということで今回ベンジャミン選手からはこのバッシュをいただきました、はい、ありがとうございます。いただきます。ということで最後にベンジャミンレオ選手からファンの皆さんへメッセージを言っていただきましょう。はい、お願いします、はい、今シーズンも、体育館を黄色に染めて、東地区で優勝し、チャンピオンになれるように一緒に頑張りましょう。応援よろしくお願いします。それでは今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。